俺は、うん、その昔からずっとやんどってずっと 動き出されへんかったけど音楽に救われて動き出せるようになって、うん、で俺も一歩踏み出せたのはやっぱり音楽を通しての出会いやし、その出会いがあったからこそつながりができて、でそのつながりを通して俺は前向きに生きれるようになったから、だから俺はこの曲を絶対届けたいと思って、だからこそ俺は CD の全国発売に挑戦今回するし、そう人との出会いつながりをまず俺は一番大切に考えてて、だからこそ路上ライブやってるし、俺なんでこの作品作ってんねんってなって考えたら、俺はこの作品を通して一歩踏み出してほしいからやねん。そうだから今一番病んでる人が前向きに歩き出せる一つのきっかけになっていいなと思って、ね、でそのきっかけと、そのきっかけプラス俺がこの作品を通して俺と出会うきっかけには絶対したいと思ってるから、だからあの形にして必ず届けるんだ、絶対に。もうほんまに俺はもうそういう思いを詰め込んだこの曲に。俺と見てくれてる人がつながるきっかけになればいいと思ってるこの曲が。じゃあ聴いてください、ストーリー。うまいこと生きてる人が死ぬほど羨ましくて、できるなら、もしもできるなら、その人になりたかった。努力の方向なんてずっとわからぬまま、がむしゃらに頑張ってれば誰かきっと見つけてくれる。ずっと信じてただ待ってた、でももう待つのは嫌なんだ。一歩踏み出せば君と出会えた、だからまた生きてこうと思えた。僕との出会いもそうなってほしいよ、大切なこの僕らのストーリー。今聞いてくれてるってことは